ピラミッド、ピラミッド、ピラミッド、ハラムは、エジプト、中南米などに見られる四角水上の巨石建造物の総称であり、また同様の形状の物体を指す。中でも、最も有名なものはエジプトにあるギザの大ピラミッドを、はじめとする神聖ピラミッド群で、その形からかつては、金字塔という訳語が使われていた。エジプトのピラミッドは、 世界で最も有名な遺跡の一つとされており、現代においても、金字塔は、ピラミッドのように雄大かつ揺るぎもしない構成に長く、残る立派な業績、偉大な作品や事業などを表す代名詞となっている。上記の通り、ピラミッドとして、最も著名な、ギザの大ピラミッドが明確な四角錐の形状を、しているために、ピラミッドは四角錐。 または三角形のものの代名詞となっているが、こうした形状のピラミッドが存在した場所は、基本的に古代エジプト及びその影響を受けたヌビア、そしてそれを模倣した構成の建築のみであり、メソポタミアのジックラトやメソアメリカ各文明のピラミッドといった世界各地に存在するピラミッドの多くは、階段上に層を積み重ねていき上部の尖っていない。 いわゆる階段ピラミッドが主流となっている。また古代エジプトにおいても、神聖ピラミッドが出現するまでは、過渡的な形態として、階段ピラミッドが存在していた。古代エジプトにおけるピラミッドは、巨石を四角錐上に積み上げ、中に通路や部屋を配置した建造物である。王が天に昇る階段としての役割や、その斜めの外形が太陽光を模したものであるとも、 考えられている。ピラミッドは単体で完成したものではなく、付随する総裁伝等との複合体として考えるべき特徴を持つ。大ピラミッドなどの代表的な例では、ピラミッド本体には基本的に北面に入り口があり、現出と思われる部屋に至る道や重力分散の間と呼ばれる謎の気候など未解明の仕掛けがある。ヘロドトスの歴史に記述されて、 以来、一般的には、奴隷の強制労働で築いた応募とされてきたが、1990年代に入ってから、ギザの大ピラミッド付近で、ピラミッド建造に関わったとされる人々の住居跡や、墓が見つかり、ピラミッド建設に関わった道具や、手術跡など高度な月下治療が施された人骨が、発見された。さらには、女性や子供たちの骨も数多く発見され、 家族で暮らしていたことが推測された。このような事実から、定住しピラミッド建設に携わっていたのは、敷いたげられていた奴隷ではなく、専属の労働者がいたことが明らかになった。また、ピラミッド建設に必要な高い建築技術は、専門の技術者でなければ持っていないこと、建設に関する労働者のチーム編成や作業記録が文字で残っていることから、 専門的な知識を持った技術者がいたことも推測される。また、住居跡があることから技術者は年間を通してピラミッド建設現場に居住していたことが分かっている。ナイル川が上流のサバラ気候の影響で氾濫し、農業ができない魔農民が労働力として使われていた救済土木事業説もあるが、それに関する論文などは存在しない。ピラミッドが何のために、 どのような建築方法で作られたかについては、定説がない。最も有名な、応募説は、王家の墓が別に発見されることから否定される、傾向にあり、その他、日時警説、穀物倉庫説、宗教儀式神殿説、天体観測施設説もその後の研究や、物証によって否定されるなど主たる意見となっていない。また、ドイツの考古学者であるが提唱した、 農民救済の公共事業説のように物証を伴わない説は反証されることもないが、同じく実証を伴わないアイデアに止まる傾向が強く、主たる論とはなっていない。そのためピラミッドは応募であるという説明が続けられていることが多い。また、応募であるかどうかとは別に、総裁デニや付随する墓地群などから見て、ピラミッドが総令と関連があること自体は確実視されている。 なお、2008年11月に、サッカラで発見された、シェシェティ女王のピラミッドは、エジプト国内で118期目である。ギリシア語で三角形のパンを指すピューラミス、ピラミスピラミス、ピラムスともに由来するという説が最も有力。古代エジプト語では、ギザのピラミッドに、登るという意味の、メル、ミル、ムルとも、ヒエログリフではと書くという言葉を当てていた。 現在我々が見るようなピラミッドの形態は、ある時点で突発的に形成されたわけではなく、何世代もかけて練り上げられてきたものである。ただし、それぞれのピラミッドはその形状で、完成形態であるとする研究も出てきている。階段ピラミッドは、ピラミッドの最初の形態で、紀元前27世紀、第三王朝時代作からに、最初、イムホテプが設計し、 ジェゼル王が築いた、ジェゼル王のピラミッドがその始まりである。当初は、日干しレンガによる方形のマスタバとして建立され、ピラミッド状とすることは想定されていなかったと考えられているが、幾度もの試行錯誤の末、次々と上部にレンガを積み上げて、最終的には、階段状の巨石建造物となした。一度階段形態が完成した後も、追加して拡張がなされた。完成時の寸法は、 東西約121メートル、南北約109メートル、高さ約60メートル、このピラミッドは後世に巨大な影響を及ぼし、以後はそれまでのマスタバに変わり、ピラミッドが王母の主流の形式となった。第四王朝期に入ると、スネフェル王が既存のピラミッドを基調に、メイドゥームに51度の勾配を持つピラミッドを作り上げた。このメイドゥームのピラミッドは、 最初に四角錐の形状を採用しており、その意味では、画期的な建造物であった。ただし、これは後に、あるいは、建設途中に崩壊した。このピラミッド、崩壊ピラミッド、偽ピラミッドとも呼ばれるはそもそも四角錐を目指して、いなかったとする説もある。また、このピラミッドをスネフェルのものとして数えない場合もある。スネフェル王はまた、 屈折ピラミッドと称されることになるピラミッドも気づいた。これは建設途中に地上から49メートル地点で勾配を約54度から約43度に変更していて、高さは約101メートルであった。屈折ピラミッドの形状の理由としては、などの説がある。スネフェルはさらにダハシュールにおいて勾配約43度で、 側面画に等辺三角形の赤いピラミッドを建造。これによって、いわゆる神聖ピラミッドの外形が完成した。スネフェルが一人で三つもピラミッドを築いている点から導かれる応募説否定論に対しては、メイドゥームのピラミッドは、勾配がきつすぎて、崩壊、同様に屈折ピラミッドは一定の高さ以上に、できなかったので挫折した妥協の産物でしかなく、 最終的に43度のピラミッドが誕生したという反論がなされてきた。世界一高いピラミッドはスネフェルの次のクフ王によって紀元前2560年頃にギザに築かれたギザの大ピラミッドで勾配は51度52分。底辺は各辺230メートル、高さ146メートルに達する。またこれは14世紀に 林間大聖堂の中央塔が建てられるまで世界で最も高い建築物であった。第二位のカフラー王のピラミッドもこれに匹敵する、底辺215メートル、高さ143.5メートルである。この二つに隣接する、メンカウラー王のピラミッドはなぜか規模が縮小し、底辺108メートル、高さ66.5メートルである。この王の意向が、 全二代の王と比して、さほど劣るものではなかったと伝えられることから、縮小の理由は、謎とされている。三つは、ギザの三大ピラミッドと呼ばれ、世界有数の観光地となっている。これらのピラミッドはもともとは表面に、石灰岩の化粧板が施されており、現在のような壇上ではなく、傾斜のある、滑らかな面でできた四角錐で、全体が白色に輝いていたのだが、 遺跡を保護するという概念がなかった時代に、その化粧板が剥がされて、カイロシガの舗装に使われてしまい、現在のような姿となった。化粧板は現在では、カフラー王のピラミッドの頂上あたりとギザのピラミッドの土台元にわずかに残っているのみである。また、ピラミッドの頂点には、ベンベン石、キャップストーンと呼ばれる四角水状の石が置かれた。 この三大ピラミッド及びナイル川の当時の流れ、そして他の多数のピラミッドとの配置に着目し、ピラミッド群は現在から1万500年前の天体の配置を模したものであるという説もある。すなわち、ナイルが天の川で、三大ピラミッドがオリオン座のベルト、すなわち中央を横切る三つ星に相当、他のピラミッドも星の位置に対応しそれを反映しているということである。 三大ピラミッドのうち、メンウラー王のピラミッドが、他の二つの頂点を結んだ線からずれている点、大きさも他の二つよりも、小さいことについて説明する有力な説とも、言われている。ただし、この説は、エジプト考古学長には認められてはいない。ピラミッド建造年代を定説通りとした場合、建造当時はエジプトでは、オリオン座は、地平線すれすれの位置に見えていたはずで、 それほど目立たない上に、実際に、オリオン座の三つ星を模したならそのような記録があっても、良いはずである。クフ王の大ピラミッドを頂点として、その後それをしのぐピラミッドが建設されることはなかった。続く、カフラー王及び、メンカウラー王の時代においては、規模、技術ともにそれほど劣るものではないピラミッドが、建設されており、この三つのピラミッドを総称して三大ピラミッドとも、 呼ばれる遊園であるが、その後造営規模は縮小していった。続く、エジプト第5王朝及び、エジプト第6王朝期においてもピラミッド建設は続けられるが、石材の代わりにレンガを代用したり、石積みの聖地さも劣るなど、ピラミッドの造営は推微していった。その後エジプトは皇王国期からエジプト第1中間期と呼ばれる混乱期に突入し、この時期に、 一旦ピラミッドの造営は中断する。その後、南部のテーベの王朝が再統一を果たしエジプト、中央国時代が始まると、ピラミッドの造営は再開され、エジプト第12王朝の章によっていくつかのピラミッドが建設されるが、ラフーンのピラミッドやハワーラのピラミッドなどに代表される、この時代のピラミッドには、技術の衰退の跡が顕著に見られ、 日干しレンガによって建造されたこれらのピラミッドは、風化によって崩壊し、現代においては、小山のような姿を留めているに過ぎない。ただ一方で、葬祭伝の充実が進んでいったことから、エジプト人の価値観、宗教観の変化が指摘される。また、ピラミッドが応募でないという説では、ピラミッドは、葬祭用の施設の一部に過ぎず、墓と合体させて作る場合もあるが、 墓の本体ではないとする。その後ピラミッドは王朝の水日と共に再び建造されなくなっていき、特にピラミッド複合体は中央国時代をもって姿を消した。紀元前16世紀、エジプトを再統一しエジプト新王国時代を開いた第18王朝のイアフメス一世はアビドスに小さなピラミッドを建造したが、これがエジプトにおける王のための最後のピラミッドとなった。 これ以後、王族は王家の谷などの墓地に埋葬されるようになり、大型のピラミッドが建造されることはなくなった。ただし、詩人用の墓地に小さなピラミッド型のシンボルを作ることはその後も長く行われた。旧来、ピラミッドの建設は多数の奴隷を用いた強制労働によるという説が主流であったが、奴隷を徴用した証拠がないという点から一部の 研究者には疑問を抱かれていた。近年のピラミッド労働者の村の発掘で、労働者たちが妻や子供といった家族と共に、暮らしていた証拠や、怪我に対して、外科治療が行われていた痕跡が、墓地の死体から見つかり、現在では、奴隷労働説は否定されつつある。また、2010年には、クフ王のピラミッドのそばに建設に携わった労働者の墓が発見されたことも、 奴隷労働説を否定する傍傷の一つとなっている。そもそも古代エジプト社会は古代ローマや古代アテナイの社会と異なり、農業や手工業といった通常の生産労働も奴隷労働に依存せず自由身分の農民によってなされており、人口の少数しか占めない奴隷は家内奴隷が主体だったと判明している。吉村作次はピラミッド建造は 定期的に発生したナイル川の氾濫によって農業ができない国民に対して雇用確保のために進められた公共工事的な国家事業であったと主張している。ピラミッドが国家事業として作られたという説は吉村のオリジナルではなくクルトメンデルスゾーンによって起出である翻訳ピラミッドの謎文化放送開発センター出版部。 ただしメンデルスゾーンはピラミッドを作る目的が公共工事だったとは言っておらず、事業形態が国家事業であり、建設の目的自体は主に墓であっただろうと述べている。ピラミッド建設に必要な石材は主にナイル上流のアスワン付近で産出し、石切り場で切り出された後、疎加工した状態で搬送されたと考えられている。それらの石は一定の規格寸法があったわけではなく、 現場で必要な寸法に合わせて、専門の職人がのみで成形していた。また、初期のピラミッドと後期のピラミッドでは、石のサイズや積み方が異なる、詳細は各ピラミッドで、確認のこと。従来、石材を積み上げるにあたっては、日干しレンガと土などで作業用の傾斜炉が作られ、その斜面を運び上げられたと考えられてきた。傾斜炉の形状には、 ピラミッドを取り巻くように築かれて四辺で直角に展開していたという説と、長大な直線傾斜路が使われたという説がある。前者の説では、傾斜路がピラミッドの姿のほとんどを隠してしまうために、建築中の測量ができず、歪んだ形にピラミッドが仕上がってしまう。懸念の指摘があり、後者ではピラミッド本体と同じくらいの石材が、 傾斜路を作るために必要とされるという非効率性の問題や傾斜の角度と石材の運搬の困難さなどがある。クフ王のピラミッドでは直線傾斜路があまりにも長くなりすぎ、石切り場の位置を通りすぎて先にまで達してしまうという矛盾が生じる。そのためフランス人建築家ジャンピエール・ウーダンは傾斜路を使用したのは途中までで、それ以降は ピラミッドの縁に沿って、螺旋状の内部トンネルを作りながら、石材を運んだとする内部トンネル説を主張している。なお内部トンネルの存在は、一部のピラミッドでは存在が確認されている。ウーダンは同時に、クフ王のピラミッドの大回廊の存在意義についても、石を引き上げるための釣り合いバラストのための空間であると説明している。このほか、 水路や水力を利用し建造したという説もある。大林組は1978年に現代の技術ならば、クフ王の大ピラミッドをどのように建設するかについて研究する企画を実行した。それによれば総工費1250億円、後期5年、最盛期の従業者人数3500人という数字が弾き出された。1立方メートルあたりの価格は、 コンクリートダムが24,000円前後に対してピラミッドは48,000円になるという金額は当時のもの。なおこの資産に対して1960年代アブシンベル神殿の移設に重機による5年かけて解体されたのは2200のブロック。それに対してピラミッドは200万個以上と現代でも可能なのかと疑問を提出されることもある。 エジプトにおいて王のためのピラミッドが建設されなくなったのは紀元前16世紀であるがそれから800年ほど経った紀元前8世紀にエジプト文化の影響を強く受けていた南のヌビアにおいてピラミッド建設が開始されたヌビアのピラミッド建造開始はナパタニトーククシュ王国のピーオーがエジプトを征服しエジプト第25王朝を開いてからであるピーオは 王家の墓地のあったエルクルに小型のピラミッドを建造し、以後の第25王朝の章もこの地にピラミッドを建造した。これらのピラミッドは、底辺が10メートルほどの小型のものであり、礼拝堂が併設され、中の原室には遺体が安置された。すなわち、ヌビアのピラミッドは、諸説あるエジプトのものとは違い、明確に墓として建造されていた。紀元前656年に、 第25王朝のタハルカ王がアッシリアに敗れて、エジプトを出荷し、ヌビアに撤退した後も、ピラミッドの建造は続けられた。ただしタハルカは、エルクルンに代わり、その対岸にあるヌリにピラミッドを築いた。紀元前591年頃に首都がナパテからメロエへと、戦とされると、ピラミッドは、メロエにおいて建造されるようになった。このピラミッド建造は、メロイ王国が滅亡する。 紀元後4世紀まで約1200年にわたり続けられた。小型であり建設された期間も長かったことからこのピラミッド群は多数建造され、エジプトのピラミッドよりも多数のものが残されている。このピラミッド群は21世紀に入っても発掘が続けられており、スーダンの貴重な観光名所の一つとなっている。メソアメリカ文明のピラミッド様建築は、両母、 天文台として作られたものもあったが、基本的には神殿として建設、使用された。建設された時期は各文明によって異なるが、マヤ文明の場合は、最も古く存在が確認されているピラミッドは、イバル遺跡のもので、紀元前1000年頃には存在が確認されている。その後ピラミッドは、マヤ文明の各都市で相次いで建設されるようになり、 紀元前400年以降の先古典気候期には、エルミラドール遺跡において高さ70メートルにも及ぶ、ラダンタピラミッドが築かれた。このピラミッドは、マヤ文明において建設された中で最も大きな、ものである。その後も、各都市は清水を繰り返しながら、ピラミッドを建設し、古典気のティカルやご古典気のチチェンイコールイッツアーなど、現在でも残っているものも多い。マヤ文明の場合、 ピラミッドは古典期において唯一山と呼ばれていたように、ピラミッドはそのまま人工の山として認識されており、山岳信仰との関連が指摘されている。基本的には上部に神殿を持つため、四角錐ではなく、上面が平らになっていて、神殿の土台としての性格が強い。単数ないし複数の辺から神殿に至る階段が存在するのが基本である。 マヤ文明のものを例に挙げると、パレンケの悲鳴の神殿、チチェミイコールイッツアのカスティーヨ、ヒカル一号神殿などは九段の基壇を持ち、九層の冥界を表すと言われているが、すべての神殿の基壇数がそのような意味を持っているわけではない。新しいピラミッド神殿は、古いそれの上に、キ、土を積み上げて、石材で表面を覆い隠す形で建造されるのが常であり、 発掘すると多層構造が明らかになる場合がある。2016年11月にはチチェンイコールイッツアーで2層のピラミッドの下に3層目のピラミッドが発見されたと報じられた。また、エジプトのピラミッドと異なり内部の空洞はあまりない。マヤ文明において女王が支配していたという事例は珍しい。理由は不明だが遺体は頭部に容器で被せられており、 同地域であるグアテマラにあるティカル遺跡でも同様の事例が見つかっている。上の像は1300年前に作られた墓になっており、2層目は約2 0 0 0年ほど前に作られたことが分かっている。建築様式は古典期以降、手置きワ貫独特の水平垂直壁のタブレロとそれを乗せた斜面壁のタルーが組み合わされたタルータブレロ様式の基段を採用した神殿ピラミッドが 各地に気づかれた。メソアメリカで天文台として使われていた神殿で、有名なのは、ティカルのムンドペリド、失われた、世界グループとはシャクトゥンのグループ E である。グループ E については、各種概説書で、ピラミッド EY からピラミッド EI は、下死の日の出の方向であり、ピラミッド EE は、春分、秋分の日の出の方向、EEE は、 当時の日の出の方向に当たると紹介されている。アンデス文明のピラミッドでよく知られているのは、モチェ文化のモチェ谷にある太陽の和歌、ガツの和歌と呼ばれるオッホスレンガで築かれた建物である。太陽の和歌は、かつては長さ342メートル、幅159メートル、高さ40メートルあったと推定されているが、17世紀に、 洞窟者たちが川のルールを変更して削り取ったために、半分以上が失われている。一方、ガツの和歌は、長さ95メートル、幅85メートル、高さ20メートルほどの規模である。最近発掘調査が行われ、壁画に立てや、こ棒の擬人化した図像に加え、ジャガーらしいものも見られる。このような要素は、太陽の和歌には見られず、宗教的。 儀礼的な空間として機能していたと考えられる。またもチェブイキ、AD550 から700頃には、パンパグランデ遺跡で、若いコール、ホルタレサというピラミッドが築かれ、高さ55メートルに達している。また、ボリビアのチ,チカカコ湖畔にある、ティワナク遺跡中心部に、アカパナと呼ばれるピラミッドがあり、中心部からやや離れた場所に、プマプンクと呼ばれる低い気壇状の、 ピラミッド上建築物がある。メソポタミア文明において神殿に付随して建設されたジックラとも日干しレンガを階段状に積み上げていったものであり、階段ピラミッドに含まれるものである。また、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島にあるグイマー村付近にも石を積み上げた階段状の建造物が存在しており、グイマーのピラミッドと呼ばれているが、 これがいつ頃何のために建造されたかについては判明していない。このピラミッドは紀元前18年から12年の間に建造されたもので古代ローマの執政官、法務官を務めていたガイウスケスティウスエプロの墓である。外観は本場エジプトのピラミッドよりも急勾配でヌビアのピラミッドに近い。外部は白色の大遺跡により化粧が施されている。 ボスニアのビソコにはヨーロッパ発のピラミッドなどとされる山があるが、ただの山であるとも言われる。ピラミッドは非常に特徴的な外観をしており、これを模した、あるいはヒントを得た、現代の建造物は世界中に多数存在する。最も著名なものの一つは、フランスのルーブル美術館の中庭2989年に完成したガラス製のピラミッド、いわゆるルーブルピラミッドである。 巨大にして精緻な建造物であるピラミッドには様々な風文が付きまとった。ピラミッド型の物体には不思議な力が宿るとする迷信がある。ピラミッドパワーを参照のこと。日本の自然の山と思われているものの中には人工的に作られたピラミッド様建築物が存在しているという説がある。堺将軍らが太古日本のピラミッド、 国境鮮明団などで主張していた。例として、阿竹山など、現代の土木機械を大量に投入しても、なお多大な労力を要するものを、二0から三0年で古代人ができたはずがなく、故に、ピラミッドは、古代宇宙飛行施設による、宇宙人や超古代文明によって作られた、とする説が提唱されることがある。反論として、ピラミッド建設に携わったとされる。 作業員の人数が20万人という桁違いのものであり、徹底した分業体制が敷かれていたという点は挙げられる。これは発掘調査から明らかである。一方で、その建造方法の詳細は未だに明らかになっておらず、例えばギザのピラミッドでは200万個もの石が春分と秋分の日のみ、八面体にピラミッドが見えるピラミッドの底面積で、 四面の面積を割れると黄金率が出てくる。底辺の1に出高さを割れると黄金率の平方根が出てくる。この指摘から以下のことが導かれる。底辺の長さを A、黄金率をファイとすると、底辺の中点 A から底面の中心点 B は A、2、底面の中心点 B から等頂点 C はファイ A、2、等頂点 C から底辺の中点 A はファイ A、2。 つまり、ab, bc, ca イコール 1, φ, φ 高さで2辺の輪を割れると、円周率が出てくるという現代でもありえないほどの、精密さで建造をされている。大西洋を挟んで、ピラミッドが建設されたことにより、両文明の交流の可能性が主張されることもある。特に有名なのは、トールヘールダールであり、彼は自説を証明するために古代エジプトの足船を、 復元して、大西洋横断を行った。しかしこれはあくまで、当時の技術でも後悔が不可能ではないという証明で、あり、両文明に交流があったことの裏付けにはならない。言語など、他の要素において、共通項が見られないことから、両文明の交流には、否定的な見解が優勢である。巨大ないし、罪の建造物が、ピラミッド状となるのは、当時の建築技術上の必然。 垂直に切り立った石壁を築く方が、当然ながら、ピラミッド状に建造するよりも、技術的には困難である。ただし、ミトコンドリア DNA ハプログループ X 及び Y 染色体、ハプログループ R1 の不可解な分布は、エジプトヨーロッパからアメリカへの移住が存在したとする、説を支持する、可能性がある。たびたび秘密結社として紹介されるフリーメイソンが、 作ったとする説があるフリーメイソン起源も参照。これはフリーメイソンの起源の一つとして意識組合としての実務的メイソンリーが前身として中世に存在したとする説であり、フリーメイソンのシンボルの一つであるプロビデンスの目はピラミッドを想起させる三角形が使われており、事実、集会所でもあるロッチにはピラミッドロッチやスフィンクスロッチなど、 エジプトやピラミッドにちなんだ名前が付けられている。古代エジプトにフリーメイソンが存在した証拠は発見されていなかったが、近年フリーメイソンのロッジを思わせる集落が発見されたらしい。また、参入儀式はエジプト神話のオシリスとイシスの伝説に基づいて行われる。最も代表的なピラミッドであるギザのピラミッドが明確に四角錐の形状をしているため、ピラミッドは 四角錐、または三角形のものの代名詞となっている。例えば上部が尖って下部に向かって広がっていく、形状のものや四角錐のものは、ピラミッド型と呼ばれる。ヒエラルキーは、上部に、少数の支配層や強者が位置し、下部に行くに従って、数を増していく非支配層や弱者が位置する、階層構造が三角形を成しているため、ピラミッド型構造と呼ばれる。自然界の生物量も、 食物連鎖に従い同様の階層構造をしているため生体ピラミッドという言葉で呼ばれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。